皆さんおはようございます。それでは聖書朗読をさせていただきましょう。本日の聖書の箇所はローマ人への手紙の15章22節から29節です。ローマ人への手紙15章22節から29節までをお読みいたしましょう。22節、そういうわけで私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。しかし今は聖徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの聖徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助することにしたからです。彼らは喜んでそうすることをしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してからあなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れて行くことになると分かっています。以上です。最初にお祈りをお捧げいたしましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、本日も蒸し暑い日が続いておりますが、そんな中あなた様を礼拝するために共に集まることができますことを心より感謝申し上げます。本当に疲れやすい日々ではありますけれども、どうぞ体を弱くなさっている方々にあなた様からの力を増し加えてあげてください。内側からあふれいずる命のこの泉が今日も湧き出ています。聖霊がどうぞ働いてくださるようにお願い申し上げます。ただいまからの礼拝、あなた様の御手においだねいたします。本日のビデオで礼拝されている広島北キリスト教会の皆さん、また周南キリスト教会の皆さん、また対面でのこの礼拝をされている広島西キリスト教会の皆さんに祝福が豊かに豊かにありますように。まだイエス様をお知りにならない方々にあなた様の愛が届くように、病の方々にお癒しをよろしくお願いいたします。尊い主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。本日の説教ですが、もちろんイスパニアという場所に行きましょうという説教ではありません。むしろ私たちにとってイスパニアって何なんでしょうかという、そんな説教になります。最初に述べておきますけれども、2000年前の新約聖書の時代のこのイスパニアというのは、今の21世紀で言うならばスペインのあたりです。スペインのあたりですね。スペインというとヨーロッパの西の国であります。私も一度は行ってみたい国ではあります。NB のある教会の方はなんか毎年行かれてるって、毎年ってね、まあ、理由は娘さんが飛行機のフライトアテンダントだそうでありまして、そこで出会った男性がスペイン人の男性だったって、それでお孫さんがスペインにおられるから行かれるんですね。まあ、これならわかりますね。でも今日はパウロがイスパニアという言葉を3回もしつこいぐらい書かれている、この意味を共に探ることができたらと思うんです。
確かに3回言われてるでしょ。23節で書いてますね。またイスパニアに行く場合はとね。それから24節では、あなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。それから3回目が28節、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。まあ、こんなに3回も言われているのではあるけれども、まだまだ念願のローマにも行けてないんです。そうなんです。イスパニアに行く前にローマに行かなければなりませんでした。その上でここに書かれているように、そのローマのクリスチャンたちに見送られてイスパニアに行くことがここに書かれてあるんですね。もっと言うならば、ローマに行く前に行かなければならないところがもう一つあった。それがエルサレムでありました。ですからパウロのプランとしては、これからの願いはエルサレム、ローマ、イスパニアだったんです。実際この後パウロはエルサレムに行ったんですけれども、ユダヤ人の反対に遭いまして、エルサレムで無実の罪で捕まってしまうんですね。そして囚人としてローマに行くことになってしまうんですね。でもなんでそこまでして彼はエルサレムに行かなければとか、ローマに行かなければとか、イスパニアに行かなければと言い続けたのでしょうか。今日はそこに触れたいと思うわけであります。確かに理由がありました。パウロという方はキリスト教の伝道者です。でも後で弟子になった十二弟子よりをですね、後に弟子になった方であります。というのも、彼はユダヤ教の厳格な教えの下でずっとキリスト教の反対者でした。イエスが救い主キリストだなんていう異端を撲滅するんだという使命を持ってきた人でした。しかしある時、ダマスコというところに行こうとしている途中で、この不思議な経験を彼はするんです。そう、イエス様に出会ってしまうんですね。もちろん地上におられた時のイエス様じゃなかった、ね、十字架にかかり復活され天に帰られた後のイエス様に出会ってしまったんです。そうすると驚いてしまって、あなた一体誰ですかと質問しましたら、あなたが迫害しているイエスだと、そのような答えが返ってきたわけであります。この時からパウロはイエス様の反対者からイエス様の弟子に180度変わることになるわけであります。そのようなパウロはクリスチャンたちを牢獄にぶち込んでいたわけですが、クリスチャンたちに、そういうことでクリスチャンたちに恐れられていたパウロでしたけれども、クリスチャンたちはパウロを自分たちの共同体に受け入れたんですね。そしてこのパウロをキリスト教の指導者にしていくことになったわけであります。そんなパウロはイエス様と共にいた先輩の弟子たちからイエス様の御言葉をずっとやっぱ受け継いだんです。特に最後の遺言のような御言葉はどれだけインパクトがある御言葉だったでしょうか。なんでイスパニアに行こうなのかの理由は、この2つの言葉、今から述べます2つの言葉だけでも納得できます。どのような言葉か、遺言のような最後の言葉、一つは皆さん何だと思われますか。多分あれだろうとか言ってね、一つはマルコの16章の15節です。お読みしますとこんな言葉ですね。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これですね。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。
これ私も教会学校で一番覚えやすい暗唱聖句でしたので、他の御言葉よりもよく覚えたと思います。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよう。全世界に出ていく、この言葉がパウルの「イスパニアに行く」を後押ししたんです。当時の全世界はまだ地中海沿岸が中心の世界ですから、西に行く地の果てはこのイスパニアだったんですね。ですから全世界に出ていくというのはイスパニアに行くということなんですね。ここにパウロの志が見えてきます。それからこの御言葉でもう一つ面白いのが、ここに「すべての作られたもの」ってあるじゃないですか。これもすごい言葉だと思いません？皆さん、今みたいに人間とは何か、おぼろでも分かっている時代ではないんです。写真を撮ると動物の名前が自動的に出てきたり、この植物の名前が自動的に出てきたりする時代じゃありません。知らないことがいっぱいです。異なる言語の人たちを全く理解できないような時代でした。何としても全ての作られたものに伝えないとと、大まかな言葉ではあるんですけれども、このようにイエス様はおっしゃったんですね。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよう。そしてもう一つ、イエス様の最後の遺言のような言葉、それが使徒の働き1章の8節です。聖霊があなた方に臨まれる時、あなた方は力を受けます。エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。皆さん、これもイスパニアを目指す理由となった御言葉でしょう。7月号の良き訪れの関東言、私の原稿となっております。使徒の働き1章8節からのメッセージでした。タイトルが「残されたビジョンがある」、残されしビジョンがあるだったかな。私たちよく「まだ実現しないじゃないですか」という思いになるんです。聖書を読んでも「まだまだ実現していないじゃないですか」とか。でも同時に、ああ、まだまだ私たちには、21世紀日本に生きる私たちには残されたビジョンがあるんだというふうに受け止めることもできるという、そんなメッセージでした。パウロは他の弟子たちからちゃんとこの言葉聞いてたんです。聖霊が望まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てまで私の証人となるであろう。そしてまだまだ途上で途中で、イエス様のビジョンはこれから実現していくんだというふうにして、イスパニアに行こうとなったわけであります。それが使徒の働きであります。皆さん、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てまででしょ。で、ここで具体的な地名はエルサレムとユダヤと、サマリアだけです。今で言えば中東地域の一部の一部じゃないですか。後の全ては地の果てを目指す地の果てだったんです。ですからもちろん日本はない、書いてないんです。でも日本ももちろん地の果てなんですね。ある時代にマルコ・ポーロという方が中国まで来て日本の噂を聞いて、この黄金の国があるということ、これ東方見聞録にも書いたんだそうです。ですからこのマルコ・ポーロにとっては日本が地の果てだったんでしょうね。
同じようにパウロの時代はイスパニア、スペインあたりが地の果てだったんですね。そうか、今日の話はイスパニアに行こうではなくて地の果てに行こうということなんだなと思ってくださったらと思うんですね。皆さん、だったら今の地の果てってどこなんでしょうか。エルサレムの裏側が地の果てなんでしょうか。今 Google Earth で、簡単に見れます。Google Earth でうちの家の洗濯干し場が見えたりする。いや、そんな時代ですよ、そんな時代ですよ。スマホの時代、みんな知ってるよ、見たよ、やったよ、行ったよ、テレビで見たよ、ネットで見たらすぐにわかるよ。だったら私たちの知らない地の果てはどこにあるんでしょう。イスパニアはどこにあるんでしょう。もちろん想像できるのはこういうことですね。神から一番離れているところが地の果てだということではないでしょうか。そうです。そう、人の心こそがイスパニアだということではないでしょうか。人の心こそが地の果てだということではないでしょうか。2000年にメノナイトブレザレン日本宣教50周年で、の大会がありました。大阪女学院ヘールチャペルに1000人近く集まりましたね。その頃いらっしゃった方々どれぐらいいらっしゃるんでしょうね。その時私主題歌を作ったんですけれども、覚えていらっしゃるでしょう、いらっしゃった方は覚えていらっしゃるでしょうかね。忘れられたんじゃないかと思いますけど、こんな歌なんですね。こんな感じです。地の果て日本に反対回りで伝えられた福音、今身を結ぶ地の果て日本の小さな私に届けられた福音、今身を結ぶ我らも弟子ですね、あなたの弟子ですね、あなたの御声を聞いてついていきます。地の果て日本に反対回りで伝えられた福音、今身を結ぶ。この歌のポイントは、自分が地の果てだって、よくも私のようなものに届いてくれたものだ、届いてくれたものだ、ありがたいな、恵みだと、そういう気持ちを表した歌なんですね。旧約聖書の中では地の果てに逃げようとした預言者たちがいたことを皆さん思い起こしてください。神様、勘弁してくださいよ、なんで大国のアッシリアのニネベまで行って悔い改めようなんて宣言しないといけないんですか。将来この国が自分たちの国に攻めてきたらどうするんですか。私は宮廷預言者で、この、イスラエルのブレインなんですよ。そんな危険なことを したくないです。私嫌です。と、だろうと思うんですけど、そういうふうにして逃げたヨナですね。タルシシュ行きの船に乗ったんだそうです。タルシシュというのは2つの説があるそうで、スペインあたりかトルコあたりか、でも地の果てに逃げようとしたのは間違いないでしょうね。地の果てまで逃げたら神は追ってこないだろう、神様もういいです。そうしたら、そんな自暴自棄になっていた彼に対して神様嵐を起こされて、海が沈みそうになったので、海に投げ込まれて、魚に飲み込まれて、また引き戻されたという、本当にこう面白い話です。あれは何言ってるか、地の果てに逃げたとしても神様はそれ以上のお方だ、共にいらっしゃるお方だという、そのようなことでありました。皆さん、イスラエルの王になったダビデ王だってすごいこと言ってますよ。
詩編139編8節から10節、本当は全体読みたいんですけれども、またぜひ神様が共にいらっしゃるということを覚えなさるために139編全部味わってくださったらと思いますけれど、8節から10節だけお読みいたしましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。で、私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。これは地の果てのことを言ってますね。私、この暁の翼が大好きです。なんか美しい言葉というだけでなく、朝ですね、東に太陽が昇ろうとするときに一瞬にして西も明るくなる、つまり光の速さで神からたとえ逃げたとしても神様はそこにおられる、共におられるということをこのダビデが歌っているわけです。ですから私、ここは大好きですね。皆さん、ヨナもダビデも逃げたい場所としての地の果てでありましたけれども、新約聖書での、特にこの使徒の働きでの地の果てはイエス様を伝えたいところが地の果て、まあ、ローマ書もそうですね。イエス様を伝えたいところが地の果て、神から離れて福音が届いていない心が地の果てなんです。今日これで終わりますけれども、この教会の鹿島先生と私は同窓生というか、全く時代が違うんですけれども、この鹿島先生の時なのかどうか分かりませんけれども、初代学長ドナルド・フォーク先生の時代がありました。鹿島先生はフォーク先生の時代かなって一回聞いてみようと思いますけれども、今も大きな大学、大学になったんですけど、大きな大学の敷地、以前の、この敷地ですけれども、お金がないのに購入したというストーリーが今も語り伝えられています。信仰を持って祈ったら直前にお金が全部与えられた、備えられた、その場所を引っ越して今の千葉の東京キリスト教大学 TCU になっていくんですけれども、なんでそんなことができたのか。そうです、ドナルド・フォーク先生、将来の大学の未来、日本の宣教の夢を頭に描いておられた。ちょうどまだイスパニアに行ったこともないのに、知らないのにイスパニアに行く、地の果てに行くと言ってるパウロと同じでした。後に私が在学中でしたが、この先生が来られまして、こんな説教をなさったんです。少子ではなく大使を抱け、少子ではなく大使を、小さな志ではなく大きな志を抱けと新学生たちに語ってくれました。まるでちょうどローマも行ってないのに、その前にエルサレムで捕まってしまうのに、なんでイスパニア、なんでイスパニア。その時のこのドナルド・フォーク先生のこの説教の聖句がどこからかと言いましたら、今日の御言葉、ですね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。神は御心のままにあなた方のうちに、働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。先日中国新聞の切り抜きを何枚かもらいました。なんかいけてないって書いてクエスチョンマーク、広島、いけてない広島という連載の記事でした。なんか、面白そうなんでしっかりと読ませていただこうと思うんですが、なんか
広島ってなんか行けてないらしきことが、まあ、書かれてあるようです。まあ、あのコンサートやいろいろな有名な公演があっても、大阪の次に広島を飛ばして福岡に行っちゃうって。ああそうなんだ、まあ、生きてること生きてないことがいろいろ書かれているわけであります、まあ、なんかどうも人口流出全国一が広島だとか、住みやすいけれどもなぜ流出するのかとか、いろいろ書いてあるそうですけれども、まあ、私これから読もうと思ってるんですけれども、まあ、でもそんなの聞きますと私はそうだイスパニアだとしか読めない自分がいるんです。皆さん、パオロはホラ吹きだったんでしょうか。いや、そうではありません。イエス様の御言葉の通りに生きた方なんです。ワクワクしながらです。私たちもイスパニア信仰をいただきましょう。もちろん天国という素晴らしい祝福もあります。でも地上にも神様は志を準備してくれている。あの人にも届くように、あの地の果てにも届きますように。それではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、どうぞ聖霊が満ちてくださって、パウロのようにイスパニアに行こう、地の果てに行こうという気持ちをいただけたらと思うんです。地の果てのあの人の心にイエス様の愛が届きますように。そのような広島北キリスト教会、周南キリスト教会、広島西キリスト教会のお互いでありますように。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。